中村寺平2月7日から1963年2月26日は宮崎県出身の小説家、銀行家、宮崎県立図書館長、宮崎総合銀行社長、自らが憧れた南方の風土で培われた南方文学を提唱した。筆名であり、本名は中村寺平。1908年、現宮崎市小川町に中村常三郎の次男として、 裕福な昇華に生まれた。旧制宮崎中学校時代、佐藤春夫の台湾小説を読んで南方に憧れ、1930年3月、台湾総督府立台北高等学校を卒業。同年4月、東京帝国大学文学部美術史科に入学。入学試験の会場で、太宰治と知り合った。学生時代の1932年、熱帯流の趣旨を、 文芸誌作品に発表。やがて、いぶせマスジに指示し、ダザイをさむ、小山雄志とともに、いぶせ門下のサンバがラスと言われたが、後、日本ロマンパの運営をめぐる抗論からダザイとは、絶好。1935年9月、ダザイの失踪と自殺未遂を題材にした、失踪を行動しに発表。これに対して、1936年10月、 ダザイが地平との交友を題材に、喝采を書き、若草氏に発表。地平はこれを読み、自分が苦化されていると感じて不快になった。大学卒業後、都新聞に入社。1937年に発表した、ムグラモチもぽっくりが、芥川賞候補にノミネートされる。翌1938年には、南方、有心で2回目の芥川賞候補になる。 いわゆる南方文学の機種として注目された。1939年に恋人のマスギシズエと台湾各地を旅行し、シゲル会の女、霧野茂シゲル社、長耳国漂流記など台湾に取材した小説を残した。1944年、疎開して宮崎市に帰郷戦後、日向日日新聞編集総務、西部図書株式会社の設立に関わる。 1947年、宮崎県立図書館長となった。1957年に、宮崎県立図書館長を退いて、父常三郎が社長を務める宮崎総合銀行の取締役となり、1961年には、父の後を継いで、宮崎総合銀行社長を務めたが、翌年辞任。1962年4月、地区間処防版、定本。 ダザイオサム州2月法に、活災前後という随筆を寄せ、亡きダザイと和解。1963年2月26日、父の常三郎に先立って死去。没後の1971年、会比者から中村慈平前ン州が刊行された。ありがとうございます。